たくんです。今日はバーベキューシーズンなので豚串を作っていきたいと思います。パチパチパチ。あ、どうぞ。ではまず豚バラ肉を 1.5 センチほどの厚さで切っていきます。こんな感じですね。切っていきます。あんまり厚すぎると焼くとき大変なので、串が刺さるくらいの余裕があれば十分です。じゃあ次はネギを切っていきます。はい、だいたい2センチ、 2.5 センチくらいですかね。サイズに切っていきましょう。長さは人それぞれあるので、ネギをどん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 切っていきますね。次は何ですか？次は串を打っていきます。パチパチパチ。焼き鳥全般なんですが、刺すときは下から小さい、中くらい、大きいっていう順に打っていくと焼くとき綺麗に焼けます。ちなみにどうして下から小さい順に打つのかというと、焼き鳥焼くときどうしても下の方が火入りづらいんですよね。なので下は小さい、真ん中で中くらいの大きさ、一番上が一番焼けやすいので大きいサイズをつけていくと焼き上がりにムラがなくなります。あと刺すとき手を間違って刺さないように皆さんお気をつけください。あ、こんな感じですね。こんな感じで扇形に広がっていくと焼いた時ムラがなく綺麗に焼き上がることができます。あとはこれを終わりまで打ち続けていきます。ちなみにネギたまに中でこういう風に2つになってる時は、この断面図を見ながらこういう風にこのまま横を刺すと崩れません。おー、なるほど。では残りの豚頑張って打ってください。はい。あ、打ち終わりましたか。打ち終わりました。お疲れ様です。ございます。こんな感じで、あ、綺麗に打ち終わってます。皆さんもぜひバーベキューシーズン楽しんでいただけるといいです。いいですね。それではありがとうございました。ありがとうございました。お晩です。店長です。タクです。ホーラーです。参考になった方はい、カットもう一回いいと思った方オッケーです。はい、はい、オッケー。お晩です。店長です。タクです。ホーラーです。いいと思った方、参考になった方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。